タイ君？そう、いつかもしあんたらが万が一隊長になれた時に掲げる隊の方針。隊の方針か。何？あんたたち隊長になる気ないの？え、もちろんあるさ。ただ自分ならどうしようかと思って。隊君は隊を表す、隊を束ねる規律であり、隊そのものの色になる。それを隊長たちは自分で決めるの。それって何でもいいんですか？そうよ、あんたの信念でもモットーでも死生観でもね。死生観？そうか、そうだな。いつかもし死ぬ日が来るとしたら、僕はその時笑っていければいい。残されたものが泣くわけにはいかんと思うくらい笑っていくのだ。ダメだよ百円くん、死んじゃダメだし、死にたくない。ジャガシンは着いたぞ。この先の不景森が山猫の根城じゃ。余計何が銀兵副隊長、これは毒や。アシラ副隊長、危ない。ミツァ、すまない。あんたもぼさっとしない、すぐ切り替えて。アシュラ副隊長はもう先に進んでるわ。大ヒーロー、ご丁寧に焦げな挨拶まで。ほんだらこっちも思う存分お邪魔しますわ。すみません銀兵副隊長、僕がどんくさいせいで。反省は全部済ませてからね、下向くんじゃねえ。踊れ、腹くくってここまで来たんじゃろ。ほんだら最後まで男らしくピシッと旋回。白衣、お前も来い。すいません。踊れ、その根性叩き直したるわ。あ、食いしばり、先駆けの極み、男たち。銀兵副隊長。ああ、すいません。男斬り。うわー、切られてない。何ですかこれ。踊れらにやったのは勇気。その力は一時的じゃが、いざという時役に立つ。踊れらに前に出る覚悟がありゃあな。ええ、なんかよくわからないですけど、ありがとうございます。副隊長、心配らねえ。あずきの姉子から解毒薬はもらっちゃるが、聞くまでに時間はかかるが、手当て次第わしも向かうわ。踊れらミツァに続け。そうだ、ミツァ。たぐいつまでも尻に敷かれよって、たまには惚れた女の前でここくらいつけんかい。惚れた女って、僕はそんな。あ、こうなっとんぞ若いの。あよ助たちに言っちゃれ。しつけのなっちゃらんのらえなこともはどう思うじゃけ。いくら三つはといえど、年頃の女が一人、今頃あられもない姿に。急ごう言うだ、大変だ。男を見せろよ。なんだ、単身乗り込んできやったぞ。へへ、手柄は先にいただきだぜ。おい待て、ずるいぞ。にゃははは、バカめ、油断してるからそうなる。あれ、なんだこいつ、この強さで隊長じゃないでて。おめえさん、なかなかの手だれじゃねえか。そういや、いたずらっ子のサーバルとコロコロが帰ってこねえとは思ったが、お前の仕業だな。面白え、ここは力だけがもねえせいか。お前を倒しゃ、さぞボスもお喜びになるだろう。俺は山猫のナンバー2、ナオリンクス。サシでやるには不足がねえ相手だろ。さあ、命の取り合いを始めようぜ。Oh, n
ねでおんねで。ミツァ、助けに来た。ゾ。二人とも怪我はない？ああ、頼りになる。これはもう稽古じゃない、本番よ。白煙、ユダ、約束して。進んでる時は引き返さない、振り返らない。なりふりなんて構ってらんないわ。とにかく突き進むのよ。はい。やけに騒がしいと思えば、我が輩のアジトに小ネズミどもが住む。一体何のようだ。お前は。あなたが山猫の首謀者、カラカルね。私たちはバサラ軍。世にあだなす、あなたたちのテロ行為を阻止しに来た。世にあだなす？私たちの活動は神聖な行い。これは聖戦なのだよ。何をふざけたことを。それで一体何人の人の命を奪ってきたの。正義の名のもとにあなたを捕まえるわ。世間知らずな小娘、これだけは覚えておくと、正義の形は一つとは限らない。いいえ、バサラは絶対的正義よ。少子ミサ、哀れな少女よ。植え付けられた思想というものは根深いものだ。今死をもって救済しよう。大切な儀式を邪魔するでないよ、少年。白煙くん、動けない。僕の大切な友達が殺されそうなのに、怖くて動けない。痛い、苦しい、はあ、死ぬ死ぬ。このままじゃみんな死ぬ。僕はなんてダメなんだ。ここまで来たのに迷惑ばっかりかけて、いつもそうだ。やっぱり僕は変われないんだ。今は僕も君も弱いかもしれない。だけど未来は変えられる。その情熱さえあれば。ユダ、心に火を絶やすな。貴様らには輝かしい未来の礎になってもらおう。来世でまた会おう。やめろ。変えるんだ、白煙君と一緒に。ユダ、来ちゃダメだ。僕の友達に手を出すな。そうか、ならまず貴様からだ。ああ、やっぱり怖い、死ぬ。でも立ち上がった。僕は自分の意志で勇気を出して立ち上がったんだ。魔の極み、摩天楼。何？ユダ、あれは、まぐれにしろ、よく我が輩の手を見つ。だが安心しろ、次で仕留める。何？一度ならず二度まで、まぐれではないだと。おのれ、何？どこだ。確かに手応えはあったはずなの。やたから、ユダ、くそ、おのれ小尺だ。一歩でも動いてみろ。この小娘の首をはねるぞ。ミツァ、ヒノキガミ、格尺炎武、火祭り、うわ、あっち、煉獄炎は知らぬい。二人ともやるじゃない。ああ、不届きな。